ちょっと待って。え、なんか5人いない？俺含めて。え、待って待って待って。なんかいっぱい入ってきてんだけど。待って、この人数だったらワンチャンさ、あいつ殺せるんじゃね？来た。おーしおーし、あ、いいねいいねいいね。タイムスめっちゃ取ってる。燃えろ。あ、燃えてるよ燃えてるよ。入ってる入ってる入ってる。おー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 、捕まったんだよ俺。おおおお、燃えてる燃えてる燃えてる。キャンファイアチャンス、ここキャンファイアチャンスよ。残ってるポケモンキャンファイアしかいねえ。ああ、倒した。さあ闇商人来た。こいつ、ちょっと待てよ、こいつを、こいつ捕まえたら実はめっちゃ強かったりしないのかな。見た目クソ強そうだけど。待って、超売ってる。何これ、誰かのパルって。誰かのパルって何これ。誰かのパル金で奪えるんじゃないの。今までなかったよこんな項目、誰かのパルなんて。こいつが奪ってきてくれるってこと。ただ金がない。こいつここでルビー買い取ってくれねえのかよ。さ、ずっと気になってたんだけどさ、この火薬箱みたいなのって燃やしたら爆発するのかな。しないんかい。うおお、なんか出てきた。瞬殺された。すいません、お邪魔しました。身の程をわきまえます。いや、ちょっとワンチャンさ、ここのボス今いるメンバーで行ってみる。どうなんだろう、何人まで参加できるんだろう。まあでも4分の1って書いてあるけど、4分の11でできてるゲームだからわかんねえ。3、4。なんか始まった、勝手に始まった。さあ、さすがに11人無理か。これ同時に Y ボタンで参加するとかしないと。それじゃないと無理か。でもね、4人だったらワンチャン。いやでもきついか。俺ね、どんぐらいのレベルで勝ったっけ。相当レベル高かった気がするけど、こいつ倒した時難易度は果たして変わっているのか。元からマルチ前提で作られたみたいな、そういう体力してたから。問題はね、時間制限なんですよ。いやでも俺どんどんいる、どんどんいるし、ちょっと待って、最初ダックファイヤーから入った方がいいと思ったけど使ってる。なに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 、このタイミングで。向こうは向こうでとんでもないことやってるって。すごい狙われてます。僕すごい狙われてます。ヘイト待ってる、ヘイト待ってる。今なんだあいつ、な、何に、な、なんかすげえ遠回りで俺のこと追ってる。なんかだってさ、マラソンしてるだけだもんこいつ。だ、あ、相手のことずっとあのおこちょのことずっと追ってんだこれ。欠陥だろこれ。でも時間足りるか。しかもなんかめっちゃ入ってるしダメージあいつの。ひどい、クソゲーだと思われちゃうよこんなの。こんなゲームじゃないよこれ。ソロの時もっと熱いバトルね繰り広げられるんですよこれ。こんな一人のやつをね無限に追い回すゲームじゃないよこれ。この時点でオコチョ捕まえてんのかね、でかい。誰だ、スッパニャン出してるやつ。クソの役には立たないからやめろ。残り8分でこれはいけるな。倒せちゃうなこれ。おお、待って、なんか忘れてきたぞ。やばい、それかわせるぜ全部。あ、死ぬかあいつ。ついに入れ替わった酒が。おい、スッパニャン死んだぞ誰かの。スッパニャンからなんか無理お前。始まった、始まっちまったよまた。あの女でない、女が弱点だから、女が。女に向かって打ちまくれ。コトロ、パピデフ持ってるんだけど、卵さんかこれ、さすがに。エアムルグも持ってる。どこで捕まえてんのこれ、全部卵かな。そんな序盤に出てくるやつないんだよ。やばいやばいやばい、オコチョ死ぬ。竹変わった竹変わった。ようやく始まったか、ボス戦。今までランニング準備体操だった。あ、どんどん狙われてる。俺なんかケツをパンツ見えそうだなこれ。待て、俺パンツ見に行っていいかこれ。あ、黒パンだ、黒パン確認。いいねこれ、マルチプレイならではだ。ソロの時そんなん確認してる余裕なかったから。あ、やっと始まったボス戦っぽいの。いいって、もうそれやめろそれ。ケツケツ、もういけるんじゃない。おら、おら、
エレパンダってやつね、絶滅危惧種だからその辺出てこないんですよね。筋力みたいなとこいかないんですよ。もうちょい、ちなみにこれは捕まえれないです。はい、余裕で笑った。全然余裕で笑った。今日の目標達成したんだけど、これ以上は多分次のボスとかは無理。いや無理って思ったけど、今の見てたらいける感じもあるんだよ。なんか本当に若干グロいんだけど、実家いるときになんかチンコちぎれて、チンコたまにさちぎれるときない、寒いと。でなんかその市販の薬みたいなの塗るやん、デリケートゾーンの塗り薬みたいなのがあったら塗ってかさぶたになるじゃん、皮が。傷口が治るときにくっつくじゃん、傷口がさ言ってる意味わかる。で先の方がちぎれて、そこが再生するときになんかくっついて、なんか朝起きたらチンチンがおかしくなってあれなんか俺のチンチンおかしくなってると思って、気づいたらチンチンおかしくなってた。なんで病院が、でも治ったんだよね。あのいやみんなあのチンチンにかさぶたができたことってあります？多分ないと思うんですよ、大体の人は。めちゃくちゃ危なくて、それがかさぶたって硬いじゃないですか。でなんか調べたらいやそういう病気があるらしくて、病気っていうかあのそういう症状があるらしくて、でそれになったら包茎じゃない人も新生包茎と同じ手術をしなきゃいけないみたいな、そういう記事が出てきて、俺人生終わったわーって。人生終わったと思ったんですよ。結局朝起きたら俺のチンチン終わってて俺のチンチンじゃないって。こんなのおしっこしようとした時に聞いたんですよね、チンチンがやばいよって。その時にその9方向ぐらいに、あの幸い座ってたから、座って俺ションベンするタイプなんで大丈夫なんですけど、信じられないぐらいもう QA ブレスかってぐらいとんでもない出方して、チンチンヤマタノオロチみたいになってる。ヤマタノオロチになったんだけど、ヤマタノオロチになったからもう手術不可避、スサノオに殺されるしかねえと思ったんだけど、結果鱗を全部剥いだら戻った、元のチンチンに。ただいま僕のチンチンって感じ。マジで恐怖した。おいあれ待て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 、え、これ竜の巨大卵じゃないこれ。おい竜の巨大卵はやばい、ドラゴンの卵すら珍しいのに、これデカ卵の1個上、巨大卵、あの72時間かかるやつ負荷に、これ巨大卵争奪戦1時間ぐらいかかるからな。ここにさ新しい拠点作って俺だけの卵にしたい。いやバレてる。まあ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 、一人にしかバレてない、一人ならいける。ちょろまかせる、ちょろまかせる。怠慢だから怠慢。巨大卵これ、何分だ全部。59分少し寒そうだから、松明で、ワンチャン30分ぐらいになるか。いや、まだこれ動画でね、出てない、あれ、パルが生まれてくる可能性すらある。巨大卵は。ほんの少し寒そう。まだ寒そう。え？これ以上、あれか変わんないのか？さ、寒いわけねえんだよな。これでほんの少し寒そうはやばいでしょ。おああまあでも湿ったデカ卵はね、言うてキャプペンとかそういう系ですよ。これ竜の巨大卵だから、ハードモードとあれ72時間かかるんだから。てかあのさモコロン閉まってくるね、このずっとバグり散らかしてるこいつ。あーてか待って、そのモコロンよこせ俺に。そのモコロンちょっとこれやっちゃいますか。だから金属インゴットがねえや、このモコロンをエモードとかで、いろいろね、いろいろ餌をあげるとか撫でるとかあるんですよ。まあ、例えば俺撫でるってやったら、なんで？やっぱバグってんな。こいつがダメで、じゃあちょっと可愛いのにするか。せっかくだから。ミルフィーとかにするか。ミルフィー出すじゃん。これ撫でるってやったら、ほら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 。可愛すぎー。でこれが肉切り包丁にすると。ミルフィーを解体するっていうのが出てくるんだよね。ほらーふぇっていう。ちなみになんだけど、バル愛護団体って解体できるのかな。あるな、コマンド。まず撫でれるのかって話だけど、そもそも男が女がすらわからんからな。撫でれる。どこ撫でてんだよ。で君をカネとヤー出てきた。人の捕まえてきたパル愛護団体切り刻むの
気持ちよすぎだろ。なるほどね、とんでもねえゲームだやっぱり。あと3分。え、これ呼ばれたらさ、ちょっとアズレーンとか行ってみるか。レベル的にいけそう。よし、いやバレてない。これひょいっと横取りされるようなね、スペースないから、囲んでるから。さあ一体何が生まれてくるのか。で、どうしよう、あのボーマンダみたいなの生まれてきたら。竜の巨大ってすげえ限られるよ多分。レパートリーかなり少ない。おいおい、なんか今3秒が急にラグってゼロになっていって、生まれてくるのがペコドンかよ。パッケージモンスター来た、お前ペコドン、竜の巨大卵でペコドンはダメだよ、お前弱いよペコドン。こんだけあってペコドンかよ、お前ノーマル卵から生まれてくるやつじゃんこれ。なえったペコドン。ということで、じゃあ皆さん、僕が今からアズレーンのとこまで案内します。まずぶち壊します。君たちの拠点は今日ここで終わります。これぶち壊して、卵とかちょっと拾っておくけど、そうなったら俺がパルーボックスを新しく作るので、アズレーンの近くに立ててあげるわ。そしたらみんな死んでリスポーンしたら拠点の近くに行くから。いた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 。水の上には立てれないか、さすがに。よし、みんな来い、こっちに。これで全員が集まって朝になり次第行くか。さあ夜明けだ、行くぞお前ら。アズレーンを倒しに行くぞ。倒すというか捕まえに行くぞ。燃えてる燃えてる、やばい、重すぎる。重すぎる、もうこの人数で耐えられてない。あ、でも拠点内から出たら軽い。これ拠点内が重いんだ。あいつをね、初手で捕まえるかとか。メガスフィアあるからワンチャン捕まえれるんだけど。いた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 、湖の女王来た。こいつとみんなで戦い始めたらさすがにカクカクになっちゃうか。俺の PC じゃ32人マルチ無理かな。俺ら行くぜ。水と氷が弱点、こいつ水氷弱点。ヘイ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 、燃えてる燃えてる。いいね、始まったよ。あんま水中に入りすぎると眠らむ艦隊来た。水中に入りすぎるといかんから、ちょっとこっち側で戦おう。キツネミ、いや俺も戦おう。これなんならガウルフで行くか。うわ、削れ方えぐいわやっぱり。削れ方えぐい。これ捕まえられる間もなく殺すんじゃないのこれ。逃げてく、逃がすな。お、まだ早いんじゃないか、さすがに。え、嘘。そんな簡単に行く、はいや。そんな弱ってなかったぞ。いやこれどんなボスでも忍者かけたらわりかしゴリ押しでいけてしまうな。ということで、じゃあ行きましょうか。第2の塔のボス行って終わりましょうか。こっち行くよ、こっち。あのこれ寒かったら死ぬからね、とりあえず。寒い格好してるやつ死ぬから。おい、でかい卵ある。もういいよ、クルッとリジマクどこで来た。まずいまずいまずい。おい、これ拠点何もないから今。俺なんか適当に拠点にあのパル配置しよう。いや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 、え、これ待って、どこの拠点に来るの。ここに来るのか、これあれか、自爆特攻隊。あ、来てる来てる来てる。くるっとり自爆特攻隊来てるよ。で、なんかいろんなとこから見つかってない、いろんなやつに喧嘩売りすぎだろ。俺こいつ欲しい、この肉切り包丁。おい、いやー殺しやがった。誰も捕まえれてないやん。行くよ、こっちこっちこっち。果たして大人数でいけるのか。11人一気にバッて入れるんだから。4人になった瞬間勝手に始まっちゃうんだよな。来た、集まってきた集まってきた。あー、ダメだ、やっぱ勝手に始まるわ。まあね、本来そうだよな。本来11人入る想定になってないから。そりゃそうですわ。俺勝ったら悲しいんだけど、それはそれで。まだ動画で終わってなかった部分なのに、こんな開幕30分じゃ3時間ぐらいでいけてしまうっていう。でも俺キツネビファイヤーめっちゃ持ってきてるから。問題は誰が参加してるかによるぞこれ。一体誰がこのマルチに参加できているのか。ちゃんと強いやつ参加してんだろうな。ネムラム、あ、でもいないわ、ネムラム艦隊いない。お、キツネ捕まえとるやん。吹雪キツネとヒジキツネの夢のコラボレーションで行こうぜ。とりあえずやけど、まずはやけど。入る入る入る。
言うて入るぞ。削れてる。火炎放射源やん。危ない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 。吹雪キツネ殺されていく。危ない。いや俺はキツネビループするぜ。使ってないキツネビを無限に出していく。いやでもさすがに削りきれないかこれ。いや痛い痛い痛い。縛られた。俺これ死ぬ。助けてくれー。セーフ。これはきついか。待ってこれ待って、生きてるみんな。そもそも1人2人1人死んでね。すでに1人いなくね。絶対足りないよこれ火力。3人になった時点で無理だろ。8分。いやきついな。火力要員が他にいない。逆に今のメンツで誰だったらいけるんだこれ。あのネムナム艦隊のやつをとりあえず連れてきて、炎タイプで強いやつ持ってるやついるか。カバネドリとか使ってるもんな今。いやこれは無理だ。矢がもったいないから死のう。これは諦めた方がいい。現状最強の4人誰なんだろう。まああのネムナム艦隊は確定か。そんな言うて変わんないんだよな。あのぶっちゃけレベルが高いやつ4人で行った方がいい。集合集合集合。選抜メンバー選抜メンバー。一旦集合。何の音これ。何この嫌な音。お前が料理してる音かよ。いらねえよ料理なんて。あ、このボスヒノコジカ連れてくわ。これ連れてこう。え、雷蔵いるけど。そうだよ、レベルが一番高いやつに強いポケモンを集めろ。これ15、15、14。とりあえずお前確定。この17の緑やつ確定。メンバー他のやつらは。エロい声出して死んでった。いやとりあえずあの緑のやつと15レベル以上のやつだな。緑のやつと15レベル以上のやつかも。で絶対死んじゃいかん。一人でも死んだら多分火力足らん。よーし、じゃあ選ばれしこの3人でいきますか。まあ、作戦としてはお前ネムラム艦隊絶対死ぬなよ。誰かがヘイトを飼いながら戦うか。まあ、とりあえず死ぬことだけはやめてね。シールド回復するんで、これみんなノーマルシールド持ってるよね。なんとか火力を10分以内に叩き込み続ける。しかもなんか俺のさ装備かっこよくね。今弓2つ持ってるからなんか2連弓みたいになってる。行くぞ選ばれし戦士たちよ。でなんか敵ついてきてる。えこれ味方これなんかルーキー捕まえてる。誰がこれ参加 OK してない。ストゼロ、ストおい、ストゼロ侍お前だ。早く死ぬからこいつが。投資仕掛けてたぞもう。HP ミリだったぞ。しかもなんか今気づいたら5人いたな。謎の譲り合いのせいでスキップマルチでもあできる。あなるほどこうなるんだ。 HP ないやついたけど大丈夫。死にかけだけどエース、17レベルのエースも死にかけだよ。さあ死ぬなよお前らとか言って俺が死んだらどうしよう。でもこれヘイト買う役も大事だけど、そんなこと言ってたら結局3人分の火力しか出ないんで。さあ俺ヒノコジカをパーティーに入れたことによってキツネミの火力が上がってる。待て待て待て、ほら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 、やばい。その竜巻わ分からん。敵と味方の攻撃、草属性の攻撃分からんくなる。味方が死んだ時何も出ないから死んだかどうか分からんわ本当に。とりあえず2体分終わった。俺は永久ループさせていくぜ。炎上属性は俺に任せろ。俺に狙ってる。やばい、ちょっと一旦逃げるわ。怖すぎそれ。え、これ俺これ狙われてんの違うな。え、じゃあ俺だ俺だ俺だ。バカしたバカしたバカした。毒った最悪。ひーやばい、俺これ毒で死ぬかな。危ない、全然削れてねえ。びっくりするぐらい削れてねえ。シールドの回復おっそ。シールドないとこれ怖くてなかなか前攻めづらい。お前のヒノコジカ弱くね。なんでそれ2しか入ってないの。俺一発16とか入ってんのによ。8倍ぐらい違うんだけど火力。やばい、すげえ死んでる。お前キツネビレベル6じゃねえかよ。おい死んでるやついる。待て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 、ちょっと待って。蘇生これできんのこれ。えダメだ、もうくたまった、完全にくたまっちまった。一人くたまったらもう無理だよこれ。17レベルの一番レベル高いやつ死んだ。もうダメだ。もうあとこいつのパンツ見るぐらいしか楽しみねえ。残りの人生こいつのパンツ見るわ俺。頑張って。無理だよねこれ、火力足んないよな絶対。パンツ見ようぜもう。何色か
お前のモンスターの方のパンツじゃないんだよこの。残り6分でこれはまあ無理ですね。4人いてもさすがに無理、まだこの段階でこいつは。ってなったらやっぱ本当にマルチ前提どおりでソロでやってた時勝てえわけだ。なんか明らかにソロで戦う用の体力してねえなと思ったんだよな。 HP 増えてんのかな。あ確かに、え待って本当だ。え多分ね14万もなかった、これ絶対絶対14万もなかった。ちょ動画確認しないと分かんないけど8万ぐらいだった気がする。えちょマルチにしてもぬるげってわけじゃないんだ、おもろいね。さっきのパンダも2倍になってた。人数分だけ多くなってるってこと。これじゃあ俺ら11人いるから11倍になったりしてない、11倍になったりしてないかな。なんか料理してる。はい、ということで、いやーやっぱねマルチプレイ楽しいですね。まあ、これ本来のマルチプレイと違うあれなんですけど、まあ今日でこのサーバーは崩れてしまうんですが、ちょっと一回確認したいことがあって、このサーバーを入り直した時に元の11人が入れるのかっていう、そこだけ気になる。これなぜか入れてしまった1/4。一旦タイトルに戻って、サーバーはあれかな、俺がこれ抜けたらみんな消えるのかな。マルチプレイのホスティングに失敗しました。終了のお知らせ